今日はね、えー、太平洋戦争最後にね、やって終わりますね。でこの太平洋戦争なんですけど、まあ、ほぼほぼ日本史なので、まあ、世界史ではね、あんましここガチンコで出してくるってことはないですね。本当に基本だけ押さ、えー、えとけばいいと思います。うんえー、1940年から行きましょうね、えーと。1940年、日本がですね、北部普通に進級しますね。 えー、北部仏印の仏印ってどっかにって聞かれたら、フランス領インドシナですね。ここに行きますよ。ね。で、えー、日独移三国軍事同盟も締結されますね、えー。ベルリンで結ばれます。日独移三国軍事同盟ね、これ覚えてほしいんですけど、ちょっとね、横に広げとくといいよね。えっ、ー、と、1939年に独ソ不可侵条約でしたよね。で、えー、1940年はドイツがフランスを落とした年ですよね。 なので、日本としては、こうね、ドイツとイタリアと仲良くなっとくといいよねってことで、まあ、日独遺三国軍事同盟を結ぶわけです。ね、で、独ソ不可侵条約がありますから、まあ、ソ連と仲良くしとくと、ね、日本、ソ連、ドイツ、イタリアって大規模なね、同盟関係ができるので、1941年に日ソ中立条約を結びます。ね で、えー、この後ですね、日本は南下をしていくわけですが、これはね、当然、石油の獲得を目指したものですよね。えー、で、えー、この二ソ、SO、中立条約を結ぶんだけど、いきなりですね、41年から独ソ戦が始まりますよね。いや、これはね、日本にとってね、結構痛かったですよ。ね。で、日本はですね、まあ,あ、とりあえず南下をしていかなきゃいけないので、南下をしていくわけね。 このね、独ソ戦っていうのがやっぱしね、痛かったですよね。まあ、独ソ戦が始まるって分かってれば、まあ、日ソ中立条約は結ばないもんね。まあ、ドイツと一緒にソ連を攻撃するっていうのもありだったんですが、この日ソ中立条約を結んだせいでですね、ソ連に行けないんだよね。上に行くっていう選択肢が完全になくなるんですよ。えー、なので、えー、まあ、下に行くとですね、えー、フィリピンにアメリカがいますから、まあ、アメリカと戦争をするっていう構図になりますよね。 えー、1941年にですね、真珠湾攻撃、ねえー。真珠湾攻撃だけじゃ実はないんだよね。マレー半島にも上陸します。ね、あとはフィリピンも空爆し、これで、まあ、太平洋戦争がスタートします、ねえー。真珠湾攻撃、マレー半島、フィリピン、ね。これセットにして覚えておくといいでしょう。えー、時の内閣はね、東条秀樹でしたよね、えー。で、この時に日本はですね、大東亜共栄権を提唱します。ね えー、まあ、結局ね、こう、アジアを日本が救うんだ、みたいなことをね、言い訳にして、まあ、東南アジアね、どんどん進出していくわけね。ねえー、で、1942年ね、このミッドウェー海戦からですね、選挙区が怪しくなりますね。 えー、太平洋戦争はですね、まあ、最初は良かったんだけど、ミッドウェーから日本の旗色が悪くなったよっていう風に覚えとけば、まあ、世界史的にはいいですよね。で、この後アメリカがフィリピンを脱回して、えー、ソ連がですね、ヤルタの密約で対日参戦を決定します。ね。で、45年にポツダム宣言を受諾と。いう風に、まあ、ちょっとこのぐらい、えー、流れしをとけば、ま、あ大丈夫かなっていうね、感じですよ。ね。あっという間に終わりますよね。 えー、なので、えー、まあ、そんな感じでね、押さえておくといいでしょう。なので、まあ、あ内容的に太平洋戦争ってのはそんなにないですよ。太平洋戦争言ってみてって聞かれたら、日独位、三国、軍事同盟が40年ですよね。まあ、日独位っていうグループが分かってれば OK です。41年日ソ中立条約ね。で、真珠湾攻撃、マレー半島上陸、フィリピン空爆から太平洋戦争が始まります。 最初は良かったんだけど、ミッドウェイから旗色が悪くなりますよね。で、アメリカ軍にフィリピンを奪い返され、ソ連に対日参戦を決められ、最後ポツダム宣言を受託して戦争終了という風になりますね。で、アジアでですね、それぞれですね、日本に対して歯向かうグループが出てくるので、まあ、ここ軽くね、押さえとくといいでしょう。中国ではですね、八路軍とか紳士軍がね、作られますね。 まあ、八六分ぐらいでいいかな。軽くでいいです。えー、フィリピンは福原八部っていうね、グループがあー日本に歯向かいます。ね。えー、ベトナムはベトナム独立同盟ですよね。まあ、このホーチミンを必ず覚えとけばいいと思いますね。ホーチミンね。えー、で、ビルマはですね、反ファシスト人民自由連盟で、これはまあまあいいかな。ね。まあ、ホーチミン。これをね、しっかり押さえとけばいいでしょう。ね。太平洋戦争はね、こんなものしかないので、軽くね、押さえとけば大丈夫です。 でね、まあ、ここね、まあ、日本史の話なので、あんましね、細かく追っていってもですね、え出てこないんですけど、一応南関校はね、軽く追っていきましょう。ね。えー、太平洋戦争終結までの流れを、まあ、見とくといいと思います。ね、えー。1942年のミッドウェイね、こっから戦局が怪しくなりますよね。で、この後ソロモン海戦っていうのが行われるんですけど、まあ、いいです、覚えなくてね。 ミッドウェイから怪しくなったよっていうことで大丈夫ですねで。43年にガダルカナル島を撤退します。まあ、どうでもいいね。覚えなくていいと思うんだよね。で、44年インパール作戦とか、サイパン島陥落とか、冷凍機械戦があるんですけど、まあ、ここもね、ほぼほぼ覚えなくていいですね。ね。45年にフィリピンが奪い返されて、えー、イオ島玉砕があって、沖縄戦があるんですが、さあ、ここチェックしておきます。沖縄戦チェックです。ね。 えっと、沖縄戦はね、ちょっと出てきますね。えっ、ー、とね、アメリカ軍は本土には上陸してませんって覚えてくださいね。えー、沖縄までですよ。空爆はあるけど、空爆って上陸じゃないもんね。アメリカの兵士たちが、あ来たのは沖縄までで、えー、日本の九州とかね、本州ね、ここにはね、入ってませんね。えー、本土には入ってないよってことね。えー、沖縄までだよってことですね。 みんなさ、ほら、空爆があるから、えー、アメリカ軍が本土に入ってきたっていうのはね、丸にしちゃう生徒がいるんだよね。いや、本土には入ってないですよ。沖縄までです。ね。はい。で、あとはですね、原爆の話ですよね。順番のね、並び替え。ね。えー、これがね、よく出てきますよ。ね。あ、順番しっかり覚えてればいいでしょう。ね。えー、広島に原爆が落ち、ソ連参戦が決まり、長崎に原爆が落ち、 ポツダム宣言受諾で、まあ戦争終了という中でね、えー、広島、ソ連、長崎、ポツダムって覚えていれば OK です。なので沖縄戦の話、ね、と順番の話ね、えー、広島、ソ連、長崎、ポツダムね、この順番を覚えていればとりあえずね、太平洋戦争は OK です。やっぱしね、ここ日本の端なので、まあ、なかなかね、しかも世界史っていう科目上ね、 まあなかなかこの太平洋戦争っていうのは、まあ触れてもね、ほんとちょっとですよ。まあ、必ず第二次世界大戦とセットになって、えー、ちょこちょこ効いてくるぐらいなので、太平洋戦争だけでね、ガチで丸々タイム1っていうのはね、まあまずないですよ、ねえー。なので、まあ、ポイントだけね、しっかり押さえとけば大丈夫です。まあ、それじゃ最後ね、裏行きましょう。ね、えー、国際軍事裁判まとめときますね、えー。ドイツの戦争犯罪人を裁いた者。 日本の戦争犯罪人を裁いたもので覚えておけばいいですよね、えー。ドイツはですね、ニュルンベルク裁判ですよね。ニュルンベルクで、えー、戦争裁判をこ行われます、えー。日本はですね、東京裁判ですよね。まあ、世界史なので当然ね、ニュルンベルクが出てきますよ、ね。ニュルンベルク裁判が出てきますので、このニュルンベルク裁判はね、しっかりと覚えておいてください。